由来はアルプス山脈のモンンブランでありフランス語で白い山を意味するフランス語では、モンブランをマロン。地方によっては、トルショーをマロンと呼ばれる。なお、上に振りかけられる白い粉砂糖は雪を表している。酸名と同様に、イタリアでは、モンテ・ビアンコと呼ばれる。典型的には、カップケーキ型のスポンジ生地やメレンゲ。 タルト生地などで作った土台の上に生クリームをホイップし、それを螺旋状に包むように絞り袋やおだまきを使って絞り出した栗のクリームをあしらう。栗のケーキであることを示すために、その上に半分に切ったマロングラッセあるいはカンロ2の栗が一辺乗せられることもある。形状や大きさ、土台となる生地部分には様々なバリエーションがあるが、 栗を用いたクリームを山状にデコレーションされたものが多くのものに共通する。もっとも安価に抑えるために栗ではなくサツマイモのクリームで代用したり、色づけし砂糖と香料を加えた白あんを乗せたケーキにも同じ名称が関されている。このケーキはフランスサボア県と隣接するイタリアピエモンテ州の家庭菓子が原型であり、当初は 栗のペーストに泡立てた生クリームを添えたデセールであった。これをもとにモンブランを看板メニューとする1907年創業のパリックリボリ通りの老舗カフェアンジェリーナがクリームをメレンゲ状に絞り出した形に発展させた。もっともこの製品化の時期はつまびらかではない。このケーキには長時間シロップにつけられて型の崩れたマロングラッセを潰し、 ペースト状にしたものがかけられる。その形はモンブラン山を真似たものであり、フランスでは山の丸みを帯びたドーム状の曲線が、イタリアでは氷河に削り取られた、春弦な岩肌がケーキに投影されることとなった。日本では東京自由が丘のモンブラン初代店主、サコタ千万億が1933年にフランスシャモニーを旅した際に、これを知り、 作る許可を取った。土台をメレンゲからカステラにし、栗のクリームもヨーロッパの茶色のものではなく、日本人に馴染み深い黄色の甘露煮を用いるアレンジを加え、持ち帰りのできるガトーとして完成させた。これは日本で初めてのことであったが、名が広がることを望んだサコタがモンブランを商標登録しなかったため、黄色いモンブランは日本全国に普及する。 そして1984年のアンジェリーナ日本進出をケーキに茶色いモンブランも日本で発売同様に支持されるに至っている。日本では栗以外にもサツマイモやカボチャなどが使われる。また栗のクリームに抹茶を混ぜ込んだ抹茶のモンブランやココアを混ぜ込んだチョコレートモンブランなどもある。さらには栗を使用せず生クリームに イチゴやマンゴー等の果汁を混ぜ込み込んで風味付けをしたモンブランもある。また、北海道小樽市では世間一般に知られているマロンクリームのモンブランとは違い、ここはスポンジに生クリームを挟んだショートケーキがモンブランと呼ばれている。ありがとうございます。